宿に行ってきまーす。本日本田ひまりと坂東咲がお休みなんですけど、この5人で頑張っていきますので、うん、応援してください。イエーイ、頑張るぞ。今特別ルールがあるんですよね、合宿の。やめる。ここから多分君だらけが流れる。君だらけ、僕の。こんな場面でも踊りです。オフからちゃんとオンにするためにスイッチをこうやって入れる。だからこれも来るね。すごいスイッチ入るじゃん。それ車に乗ってるじゃないですか。チャン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 やる。もしお風呂に入ってる時に。また後ほどです。出発進行。イエーイ。お、絶対これ美味しい。これはい、私が今日食べるお昼ご飯はこちらの錦総取りの唐揚げ定食です。楽しみです。え、どこに置いてんの？ガッタガッタ。ちっちゃくない？え？どこに置いてんの？フォーメーションじゃない？これ。これはすごい過酷なミッションですね。どんなに眠くてもどんなに疲れても踊らなきゃいけないという。あ、すごい、すごい、超広いですね。これって8月になってすごい、楽しい。見て、学校だ。え、すごい、すごい。調整きた、なんか。おはようございます。おはようございます。じゃあ今日始めます。お願いします。よろしくお願いします。ポイントで、なんか手がい、ウォン、ツ。今しかない時計を二度と戻らない過去の自分、プライドは全部捨てて、ここから始まってく七色のストーリー、いつか叶いますように。オッケー。なんかみんな結構やっ
もっと体感して軸を作るっていうのと、あとその今日どんどんとかどんどんとか見せたい音をもうちょっと見せれる、だからさっきみたいにちょっと抜いて力強くとか、そういう工夫をもうちょっと自分で考えれたらすごくいいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、あのメンバーたちを指導して。そうですね、みんななんか休憩中にも練習したりとかすごい積極的に練習してて、そこすごく感心しました。でもなんかもうちょっと彼女たちは自分をきれいに見せる方法とかを研究した方がいいかなって思いましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、なんか久しぶりにこんなに踊って楽しかったです。でもなんかできるんだ、もっとなんかできることがあったなって、ちょっと課題がすごい見つかって、なんかその指摘 されたので、これからのハップスターの曲に生かしていきたいなって思いました。頑張ります。本日はレッスンよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今も芸能界の第一線で活動、活躍している子たちに意見をいただいたりとか、まあ、あとは私の個人的な意見もあるし、
私芸能界に、ね、11、2年ぐらいいたんだけど、その中で、いろんな人に出会ってさ、この人からいただいた言葉で自分が変わったなとか、すごいいい言葉をもらったなって言葉って覚えてるのよ、ずっと。でその言葉をみんなに聞いてほしくて、まとめて聞いたので、聞いてください。ありがとうございます。まず活動をできているということを当たり前に思わないでしです。上のスタッフさんとか自分以外のメンバーとか、もちろんファンの方とか親御さんもそうだし、いろんな人に支えられて活動を今しているということを常に肝に銘じて活動をしてほしいなと思います。アイドルの許されるところ、失敗したことすらエンタメとして成立するというか、みんなアイドルって結構それが本当に許されるというか、むしろそれを見せてほしいという。でも一つ大事なのが、失敗した時に周りが助けてくれる環境を作っておくこと。失敗してもさ、絶対に支えてくれるとかカバーしてくれるって思ったらさ、安心して失敗できるから、チャレンジもすごいしやすくなるじゃない。そのために普段からのコミュニケーションをみんなと密に取っていって、失敗しても助けてくれるような関係性をネットワークを作っていくっていうのがすごい大事だなと思って、自分はやってきて思いました。あ、ここからちょっと朝日奈々ちゃん、奈々ちゃんの言葉をいただいたので、お仕事してる時にどんなことを気をつけてるのっていうのを聞いたら、言葉選びながら言ってきてくれたんだけど、芸能のお仕事は人と人との関わりなので、周りの人を大事にしていますってやっぱり言ってました。あとね、楽をしそうになった時は自分で自分に活を入れると言ってました。最後、アミちゃんシリーズになっちゃった。自分のやりたいことを思ってるだけじゃなくて、口に出して伝えていくとか、具体的な目標を決めましょうとアミちゃんも言ってます。例えば大きなステージで歌いたい、テレビで歌いたいじゃなくて、いついつまでにこのステージでやりたい、いついつまでにこのテレビ番組に出たいっていうように、ピンポイントで目標を決めていくのがいいんじゃないかとファミリーが言ってますね。今日からこれをやってみようとか、今日からこれを逆にやめようとかさ、そういうふうに思ったこと一個はあってほしいんだけど、それを含めて今日の感想だねっていうのを一人ずつ言ってもらおうかな。まず、この場があることが本当に幸せなことだし、今当たり前にある環境を本当に毎日大切にしたいし、芸能人としてプロとしてアイドルとして人としてもっと自分自身が当たり前のこと当たり前だと思わない日々を過ごしていきたいなって思いました。素晴らしい。自分の悪いところはこうして意欲的にいろんなことをして自分とかグループの良さをいっぱい出せるように、いろんな舞台裏だったりとか、もう挨拶をしっかりしたりとか、スタッフさんにすごくいい印象を持ってもらえるように、自分たちの良さを出せるように、一日でも一つの現場でも無駄にしないように頑張りたいなと思いました。はい、素晴らしい。今後に関しては、いろんな先輩方の意見を聞いて、もう21歳なので、ここからより芸能のプロとして頑張っていきたいな、意識を高めていきたいなっていうふうに思います。もっと発信した方がいい、自分のしたいことを発信していこうかなって思いました。普段からアイドルの前に人間として礼儀とか挨拶とかをちゃんとするっていうのを徹底したいなって思いますし、個人だけじゃなくハープスターとして仲間で仲間やれたらいいなと思います。はい、こんな感じでね、これをね言われただけでやっぱりこうかなって響いて、私明日から生まれ変わるってなんて難しいことだって私にも分かってるんだけど、ちょっとずつでいいからいい方向にねみんなが言ってくれると嬉しいなと思います。ということで以上、起立気をつけ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、強化合宿1日目が終了しました。はい、合宿1日目が終わったということで、最後にここの体育館で一人ずつ新木場スタジオコーストに向けて決意を言っていきたいと思います。
今回の合宿を結構定期的にハープスターみんな7人全員でできたらいいなっていうふうに思いました。ありがとうございました。帰るんですか？39度3分出ました。すいません、インフルなんですかね。怖い。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。腕を前から上に、伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。腕立て、腹筋、背筋10回ずつ、3位の人は20回ずつ、4位の人は30回。一番最初に諦めた人はすぐ上行って、うん、すぐやります。みんなしんどい、みんなしんどい、うん、頑張ります。いいね、みんなしんどいの。最後です。どうしよう、でも最下位になりたくないな。どこですか？5秒前、3、2、1、スタート。それ新しい土下座みたいになってるけど。できてないですか？もう。
7人でまた大きなねステージに向けて合宿をねしていきたいなと思います。これからもハープスターの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上ハープスターでした。